はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、私最近ね、遊戯王アーク5っていうアニメをね、一気見しましてね、遊戯王アーク5ワールドがデュエルリンクスに来るのに完全に備えている次第なんですけども、今日ですね、遊戯王オタク実況者が、選ぶ遊戯王アーク5に出てきた超絶かっこいいモンスタートップ5、かっこリンクスで早く使いたいモンスタートップ5、かっこ閉じ、こちらをですね、ご紹介していきたいというふうに思っております。マジでオタクが喋るだけなんでまあ、ちょっとその点ご了承いただければなと思います。早速やっていきましょう。本当にかっこいいモンスター多いんですよ、遊戯王アーク5って。第5位、イニシエの魂受け継ぎし機械仕掛けの猟犬どもよ、その銃の首混じり合わせ混沌にして絶大なる力とならん融合召喚、現れろアンティークギアカオスジャイアントかっこよ、このモンスターマジでかっこいいよね。デニス・マックフィールドさんっていうね、あのキャラクターが使うモンスターで、まあ、融合次元の、まあ、悪の、手先みたいなモンスターですね。はい、まあ、こいつはもう完全に悪落ち、闇落ちしてるんですけれども、僕実は OCG の方でも、アンティークギアデッキ使ってまして、結構こいつはエースなんですよ。アンティークギアカオスジャイアント。アンティークギアデッキって多分こいつ基本的に出してぶん殴っていくっていうデッキに、多分どう頑張ってもなると思うんですけど、本当にぶっ壊れた性能をしてまして、効果ね、このカードは融合召喚でしか特殊召喚できませんよと。このカードがモンスターゾーンに存在するか、ちょっとアニメの効果と若干違いますけど、このカードは魔法トラップカードの効果を受けないと。まあ、因果切断とか、サンダーブレイクとか、なんか底なし落としなのとか、全部効きません。で、相手はバトルフェーズ中にモンスターの効果を発動できない。これもね、強いですよね。だからそのクリボールぶん投げられないし、カイトロイドとかぶん投げられることもないんで、めちゃくちゃ強いと。で、このカードは相手のモンスターすべてに1回ずつ攻撃ができ、守備モンスターを攻撃した場合、貫通しますと。やばすぎる。やばすぎるだろ。これやばすぎるわ、こいつの効果。で、OCG では、こいつパワーボンドでこいつを出して、で、リミッター解除するっていう、本当頭おかしいデッキ作ってるんですけども、マジで、着地成功したら本当ほぼデュエル終了するんですよ、このモンスター。まあ、融合アンティークモンスターのもう究極進化系と言っていいモンスターですね。原作ではさっきも言いました通り、すべての次元を滅ぼす邪悪なる存在であると。このモンスターがそのすべての世界を壊していくっていう、まあ、そういう描写なんですけどね。まあ、リンクスだったら結構ね、出すの意外となんとかなるんじゃないかなと思ってて、まあ、普通に融合と、あと、あれよ。アンティキア Y バーンとか絡めれば多分いけるんじゃないかなと思ってます。はい、多分ねこのモンスターは来ないと思いますけどね。これ来たらもう末期ですよこんなモンスター来たら末期なんで、まあ、多分来ないとは思いますけど、まあ、めちゃくちゃ強いですね。はい、で闇属性機械族っていう、まあ、モンスターなんで、オーバーロードフュージョンとかでも出せますし、まあ、シンプルに普通に融合もできると思いますけどね。 Y バーンが絡めばまあ大体アンティークギアボックスから、アンティークギアいっぱいサーチできるんで、アンティークギアかける4なんでね、この融合召喚条件が。かなり楽です。融合召喚するのは。アルティメットとかと同じのもんだ。うん。もうね、とにかくね、このモンスター殺意が高いんで、高すぎるんですよね、これ殺意がね。まあ、多分ね、一生来ないと思うんですけど、デュエルリンクスには。マジで使いたいでも、正直。OCG では、本当にエースモンスターです。第4位。王者の方向、今、天地を揺るがす。唯一無になる覇者の力をその身に刻むがいい進化召喚、現れた魂レッドデモンズドラゴンスカーライト、はっけーかっけーかっこよすぎる、あまりにもかっけー、アーク5版、ジャック・アトラスさんのエースモンスターですね。このカードデザインした人マジで天才すぎる、本当にかっこいい。なんかその男の子ならなんかそのみんな大好きですから、なんかちょっと傷ついたドラゴンみたいな、右手の包帯やばすぎるこれもうオタク大好きですよねこういうのね。僕もまあご多分に漏れずめっちゃ好きなんですけど、効果もかなり豪快で、中段プラス中段以外のモンスター1体以上でレベル8なんで、まあ、結構サイキックリフレクターとか、あと今で言うとデモンズレゾナンスとかねから簡単に出てくるんですけども、このカードのカード名はフィールド墓地に存在する限り、レッドデモンズドラゴンとして扱うと。
で一旦に一度、自分のメインフェーズに発動できるこのカード以外のこのカードの攻撃力以下の攻撃力を持つ特殊召喚された、効果モンスター全てを破壊する、まあ、自分のフィード上の、モンスターも含みますけどね、全てを破壊すると。でその後この効果で破壊したモンスターの数かける500ポイントのダメージを相手のライフに与えると。これがねやっぱ豪快だよね、うん、かなり豪快、まあ実質ブラックホールみたいなもんですね、まあ、若干相手のモンスターの打点が高いと無理ですけど、はい。で、効果名めっちゃかっこよくて、アブソリュートパワーフレームっていうんですよ。マジでかっこいいでしょ。アブソリュートパワーフレームやで。めちゃくちゃかっこいい。なんか、声に出して読みたくなる効果名ナンバーワンじゃない、これ。で、攻撃名もめっちゃかっこよくて、灼熱のクリムゾンヘルバリングっていうんですよ。かっこよ。やばいだろ、このモンスター。このモンスターデザインした人、マジで、ほんと、ボーナス5倍ぐらいにしてあげてくれ。めちゃくちゃかっこいいよ、これ。もうリンクスでもなんかギリギリならこのくらいの強さだったらなんか許されんじゃないかなと思ってて、俺無理かな。いやでもいけると思うんだよな、このくらいだったら。ただあのデモンゼルランスっていうあの爆発的に強いスキル、あれはまあ規制不可避なんじゃないかなとは思いますね。第3位、誇り高きハヤブサよ、英雄の血潮に染まる翼ひるがえし、革命の道を突き進め、ランクアップエクシーズチェンジ、現れろランク6レイドラクタースレボリューションファルコン、かっけえ。やばすぎる。いやレイドラプターズマジで全部かっこいいんですよ。全てのモンスターかっこいいんですけど、まあ、黒崎さんが使うんでね、あのアーク5の黒崎俊っていうね、もう闇に闇まくってる、うつ病発症してんじゃないかっていうぐらいの闇落ちしてる、もう心がね、めちゃくちゃかっこいいキャラクターなんですよ。妹をなんかそのさらわれて、で親友もなんか殺されてみたいなことを思ってて、なんかもう本当精神的に病んでる革命家、自称革命家のモンスターなんですけども、もう召喚工場聞いただけでいきそうでしょ。多分今僕が読んでるだけで、まあ、だいぶ召喚工場のかっこよさ半減してるんですけど、半減っていうかまあもう500分の1ぐらいになってると思うんだけど、それでもかっこいいじゃん。やっぱね、黒崎っていう男のね魅力が詰まってると思うんですよ、このモンスターには。で、まあワンキル性能がめっちゃ高くて、まあ効果説明しておくと、超獣族レベル 6×3 っていうことなんで、まあ基本的に普通に出すのは無理です。なんで、ランクアップマジックを使って出していくことに基本的になると思うんですけども、このカードのオーバーレミットを1つ使うと、相手フィールド上のモンスター全てに1回ずつ攻撃ができると、全体攻撃ですね。で、このカードが特殊召喚された表側表示モンスターと戦闘を行うダメージステップ開始時、そのモンスターの攻守をゼロにする。やばくない？いや、やばくない？特殊召喚したモンスターと戦闘する場合絶対勝てるんですよ。ゼロですからね、攻守だから守備力もゼロにするんで、普通に守備表示でもいけます。これこのモンスターめちゃくちゃ強いです。で、まあ特殊召喚されたので、まあ、一応通常召喚してあるとちょっときついんですけども、特殊召喚されたモンスターは全部ぶち殺せるということですね。で、このカードがレイドラプターズモンスターをエクシスワンにしている場合、以下の効果を得ると。一旦に一度相手フィード上のモンスターを破壊して、半分の攻撃のダメージを与えるということですね。このね、全体攻撃効果がバチンで強くて、しかもなんかその名前がさ、レボリューションで革命が入ってるんですよね。僕あのレボリューションっていう響き英語の中で一番好きなんで。マジでかっこいいですよね。本当ランクアップマジック前提の召喚条件っていうのが、まあこの性能が許されている、まあ一応キーポイントなのかなと思いますね。あと黒崎さんってすぐね敵を殲滅するって言うんですよ。倒すとかじゃなくて、もう殲滅なんですよ、彼にとっては。敵はめちゃくちゃかっこいい。この殲滅するっていう言い回しもめちゃくちゃ好き。あとね、黒崎さんってランクアップとかランク4とかなんかそのモンスターを出す時のランクっていう言葉がなんかねちっちゃい図めっちゃ入ってんの。なんかねランク4みたいな感じなんだよ。なんかそこのねなんかねランク4の言い方がめちゃくちゃかっこよくて好きです。はい、レボリューションイコール革命、これがやっぱ最高にかっこいいですよね。ランクアップマジックをね絶対ヒクマンスキルがね多分ね黒崎さん実装されたら多分出てくると思うんで、これスキル絶対強いっしょ。これ絶対強いと思うわ。黒崎のスキル絶対ランクアップマジック引くみたいなスキル多分あると思うんで、これも期待ですね。第2位、神聖なる光蓄えし翼きらめかせ、その輝きで敵を撃て、新規の召喚ゆでよレベル8クリスタルウィング新規のドラゴン、かっけー。アーク5ユーゴさんのね、エースモンスターです。ユーゴじゃねえ、ユーゴだ。シンプルに効果強すぎてマジで笑える。これこのモンスター
多分ね OCG でも現役レベルでなんか強いんじゃないかなと思うんですけど、効果ね、チューナープラスチューナー以外のシンクロモンスター1体以上、まあ、シンクロモンスターを巻き込まないとシンクロ召喚できませんよっていう、効果ですね。で、一旦に一度このカード以外のモンスターの効果が発動したときにそれを無効にして破壊すると、まあ、シンプルにこの一文だけでめちゃくちゃ強いっていうことが分かりますよね。だから天罰みたいな効果が内蔵している感じで、この効果でモンスターを破壊した場合、このカードの攻撃力が単種の地までこの効果で破壊したモンスターの元々の攻撃力分アップすると、だから、破壊してさらに打点が上がるってことですね。でさらにこのカードがレベル5以上の相手モンスターと戦闘を行うダメージ計算時、このカードの攻撃力はそのダメージ計算時のみ戦闘を行う相手のモンスターの攻撃力分アップする。つまりレベル5以上の相手のモンスターとの戦闘では、まあ、基本的に破壊されることはないということです、はい、絶対に戦闘では突破されないと。レベル5以上であれば、まあ、エクシスモンスターとかはレベル持たないんで、のにレベルを持たないということはレベル0ではないのかじゃなくて、レベルはないんですよレベル0でもないです。なので、エクシスモンスターとかレベルを持たないリンクモンスターとかと戦闘をする場合は、無理ですけど、基本的に、まあ、大体の戦闘を勝てるということですね、はい、やっぱりメカ×ドラゴンっていう約束されたシナジーと、あと風×ドラゴンっていう約束された格好ですよね。風ドラゴンってさ、まあ、スターダストドラゴンもそうだし、あとシューティングクエーサーもそうなんですけども、僕は好きなドラゴンって結構風かけるドラゴンっていうモンスターがめちゃくちゃ多くて、まあ、ちなみに一番好きなドラゴン族モンスターなんですかって聞かれたら、まあ、多分シューティングクエーサードラゴンって答えると思うんですけど、めちゃくちゃそのなんだろうな、その風ドラゴンかっこいいんだよ。全部これ約束されたかっこよさです、はい、こいつの攻撃名もめちゃくちゃかっこよくて、烈風のクリスタルスエッジって言うんですよかっこいいよね。リンクスだったらね、月の章とか、まあ、因果切断とか、セッテリとかされると、まあ、多分普通に死ぬんで、まあ、魔法トラップに対してないからね、このモンスター、基本的にはね。だからね、まあ、ワンチャン、なんかそんなに強くないみたいな話もあるかもしれないけど、まあ、シンプルに制圧効果、環境が違うんだよ、OCG とは。OCG はそんなに魔法トラップでバンバン除去するっていうよりか、まあ、モンスター効果で制圧していくモンスターが多いんで、モンスター効果に強いモンスターはめちゃくちゃ強いんですけど、まあ、リンクスだとマジで月の章一発とか、ライトニングボルテックスとか、なんか一発とかで勝てると思うんで、なんか、どうなんだろうな、みたいなところはあります。ただ強いです。はい。普通に強い。で、やばいのは、シューティングスターっていう、シューティングスターロードっていうスキルがあるんですよ、デュエルリンクス。シューティングスターロードっていうスキルで、ジャンクシンクロン1枚からこのモンスター出せるんで、多分このモンスターが来る頃には、シューティングスターロードが規制されると思います。だってジャンクシンクロン1枚からクリスタルウィングシンクロドラゴンっておかしいもん、やってることだよね。そう思うでしょみんなも。第1位、漆黒の闇より愚鈍なる力に抗う反逆の気は今降臨せよ。エクシリズ召喚現れろ、ランク4ダークレベリオンエクシリズドラゴン。かっこいいよ、かっこいいよ、やばいこのモンスター。これ初めて見た時も鳥肌立ったもんね俺。これアーカイブのユートのエースモンスターでございまして、まあ、ユートくんってすげえイケメンのキャラクターがいてさ、まあ、キャラクターが出すんですよこのモンスターね。めちゃくちゃかっこよくて鳥肌立った、最初見た時はね。やっぱり、ね、男の子がね大好きなんですよ、この闇落ちドラゴンっていう、まあ、こういうカテゴリーですね。ドラゴン族が闇落ちしていると、中二病感をくすぐる効果名と攻撃名してまして、ちなみに効果名トリーズンディスチャージかっこよくない、かっこよくない、なんかトリーズンディスチャージやで、言ってみたいよねこれ。これ早くデュエルリンクスで言いたいなっていう、まあ、ちなみに、攻撃名反逆のライトニングディスオブイです12秒間こじらせすぎてるんですけどね、このモンスター。反逆のライトニング、ちなみに反逆のライトニング、このディスオベイっていうのもなんか反逆っていう意味らしいんですよ。なんで、反逆の電撃反逆みたいな感じです、日本語訳するとね、はい。いや本当に言いたい、声に出して読みたい、これに関してはマジで早く使いたい。で効果ね、シンプルにすごいいい感じなんで、デュエルリンクスでもなんか来てくれてもいいんじゃないかなと思うんですけど、このカードのオーバーレイユニットを2つ取り除くと、相手のフィールドの表側表示モンスター1体を対象にして、そのモンスターの攻撃力を半分にして、その数値分打点をアップする、永続的にね。なんでフォースみたいな、永続フォースみたいな感じです、はい。
で、これが、まあかなり突破力、戦闘ではね突破力が上がるんで、対象取れればね相手のモンスターが。なので、まあ、ランク4であれ、ランク4が出せるデッキであれば多分入ることになると思うんですよ、このモンスター。なのでこれは早くデュエルリンクスに来てほしいなと。まあユートさん持ってきてくれると思いますけどね。はい、ちなみに僕はユートさんの顔に生まれたかったです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もうただただね、オタクが召喚工事を叫ぶだけっていう動画だったんで、楽しかったか本当不明ですけども、自己満動画として見ていただければなと思います。はい、皆さんもぜひこのモンスター俺好きなんですけどこれ来てほしいみたいなカードがあったらね、コメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。